シアターブルックが2ヶ月連続となるシングル「白熊とボノボ」フィーチャリング伊藤聖子をリリースした。今作はポエトリーリーディングで伊藤聖子をフィーチャーしたディスコサウンドの楽曲となっている。現在シアターブルックは2025年のデビュー30周年に向けてフルアルバムの制作に突入しているという。そこへ加速をつけるかのように6月から10月までマンスリーで計5曲のデジタルリリースが予定されている。7月27日土曜日に出演するフジロックフェスティバル24では新曲や未発表曲のパフォーマンスもあるのか楽しみなところだ。シアターブルックの新曲第2弾は白熊とボノボというタイトルです。動物たちをモチーフにした独特のメッセージ性を持つこの曲はサウンド的にはかなりディスコにこだわった作品です。シアターブルックの得意技と言えるでしょう。強力なグルーヴと切れ味抜群のカッティング、そしてハンドクラップに対する愛情と情熱。ゲストミュージシャンは私をアムスに連れて行ってと同じくホーンセクションにタブゾンビ&栗原くん、ソイル&ピンプセッションズとサスケトロンボーン、ストリングスにはマーチン OAU、 そしてポエトリーリーディングには伊藤聖子。急げまだ時間はあるさ、同票はどういうものなのか。by 佐藤大治、地球の未来を思う動物目線と常に絶望は否定される。 by 伊藤聖子、自然に対する畏怖の念が切れ味抜群のグルーヴに乗せて押し寄せるこの楽曲はまさに新しいシアターブルックにふさわしいものだ。正しくないとやってられない、楽しくないと続かない、白熊とボノボは楽しく踊って新しい未来を想像できる子供と一緒に聴いてほしい楽曲なのです。シアターブルック白熊とボノボフィーチャリング伊藤聖子、2024年7月24日デジタルリリース、ダイス OLAR 武道館レコーズ。1白熊とボノボフィーチャリング伊藤聖子配信 https://friendship.nk.2/wbandtv シアターブルック白熊とボノボフィーチャリング伊藤聖子。